はい、続日本百名城相模石垣山城に来ています。今本丸に上がってきてですね、展望台でちょっと他の話をしてたんですが、いろいろ遺構があるといっても建物がねちょっとないんでちょっと残念なんですが、本丸を見ていてですね、本丸からまあ、こちらの相模灘が見えます。そして、これから天守台の方をちょっと見たいと思いますね。一人は高いところ、この、お城では一番高いところ、土を盛ったんでしょうけどもね、まるでこう古墳のような丸い感じで、ここに上にですね、天守と、三重の櫓ぐらいだったと思いますけどね、そんな大阪城みたいな天守じゃないですよ、もちろん、ここのいきなり木を切ったらお城が出現したと、まさに一夜城ですよ。これはどうしてもドラマの話をしてしまいますが、秀吉公がねやっぱり一番それを売りにしたと、もうこれで天下は収まったと言わんばかりの、仕草をされていましたけども、ここは本丸の石垣からですね、今展望台っていうのは物見台、見晴らしのいいところにはそういった展望所っていうのがですね昔からついてましたから、物見台って呼ばれているものはあったでしょうね。特に小田原城を囲んでたわけですから、小田原側の方を見るのに適した場所というのはいくつかありますから、ここもそうですよね。今展望所になってますけど、おそらくそういった、矢倉を組んでですね、見張り台みたいなものは当然あったとは思われますね。こちらが、西久留和、南久留和方面から上がってくるとここへ出てきますね。今直接の道が閉ざされてますので、ちょっと場所柄ですね、説明するのには、続けて連続で撮れないんで分割して撮っていますね。ここから見ると、展望場があるという感じになりますね。で割と本丸広いですよね。本丸といってもその大きな建物をたくさん建てたというか、先ほど AR で見る、御殿というか建物があって、そこに各武将たちを寄せ集めていた。各武将たちの陣所っていうのはもっと下にあったんだと思いますね。ここにそんな何百人もですね、何千人も構えるわけにいきませんから、それぞれの陣所は、それぞれ地元のですね、山麓の、例えばお寺とか何か砦とか、なんかそういうところに陣所を設けて、いたんだと思います。で、あと秀吉公の招きに応じてここへ登場したと。今見てるのが、これがですね、天守台の石垣だったのかどうかはちょっと分かりませんが、位置関係からするとここが天守だったわけですから、その石垣であるということが言えるかもしれませんけども、特にその説明はないんですけどもね、当然破却された城ですから、当然建物も全て取り壊されて、ここにあった、天守の石垣台、天守台の石垣でしょうね、今は天守台跡にしかなってませんが、天守、石垣というものがあったんだと思われますね。ちょっとこっちもね、あまり人が見ないところを撮った方がいいですからね。こんなところも積んだ的なね、ちょっと薄暗くなりますが、ここから降りて回ることもできるんですが、こっち道がありますね。ここ、ちょっと今回はあまり見どころがないので、ちょっと石垣の部分を見せつつですね、ぐるっと下に一段降りたところもこう歩けるんでね、こっち来る方はほとんどいませんが、要するにここは何かというと天守台下石垣とでも言えるでしょうかね。この道っていうか通ってますけどね、国跡を通って回っていくと天守に出ますね。お城というとね、天守と、天守がないとお城と言わないという方も中にはいらっしゃいますけども、それはそれとして、山城、平山城という部分はですね、この部分が一番高いところ、この上にそういった建物があったのではないかと、天守台跡というふうに紹介されてますので、今ちょっとこう形状がですね、削られてしまってるんで、もっと当然天守台建てたということであれば、先に下にいたんでちょっと光っちゃって見えないですかね、はっきり天守台跡と、だから天守台があったと、天守があったということですね。先ほど見ていた、この広い部分はですね、西の久留和になります。ちょっと細長い形状でですね、ここにぐるっと天守の下を囲むようにですねあるわけですよ。さっきちょっと降りなかったですけど、そっちの奥へ道が続いていてですね、天守の周り、久留和ですからこうぐるっと取り囲むようにですねなってたわけですよ。で、ここに
天守があったと。だから実際にはここに、あの形状はちょっと分かりませんけど、まあ、ここからですね、小田原城を見下ろしていたということが伺えると思いますね。はい、石垣山城天守台付近でした。